今治市役所前のこのモニュメント、今治市民にはおなじみですが、皆さんは一体何のモニュメントか分かりますか？近づくとこのプロペラの大きさに驚きますよね。初めてですか？いや、私今治出身なのでいつも通ってはいるんですけど、真下から見たりするのはあんまりないので。今治の進化の象徴ですよね。このプロペラなんですけども、世界最大級のコンテナ船についていたプロペラなんですよ。今治造船さんにご寄贈いただいておりまして、大きさは直径9メートル。運んでくるときは夜中に国道を封鎖をして大騒ぎだったんですよ。すごいことですね。でよくね、岡田さん、市民の皆さんにお尋ねをされるのは、はい、暑いときは回るんですかって言うんですけども、回るんですよ。回るんです？それは嘘です。びっくりです。本当に回るのかと思ったじゃないですか。海事都市っていうのはご存知ですか？どういう都市なんですか？今治市の場合は平成の大合併で大変地域が広くなったんですね。島しょ部もあれば、そして陸地部もあって、まあ、その中にですね、船を所有をし物を運ぶ海運業、そして船を作る造船業、船のパーツを作る白洋産業、まあ、こういうふうなものに金融、そして海事事務所、こういうふうなものがたくさんあるんです。それがクラスターになっているというふうなことで海事都市というふうに言われているんですね。海事都市今治を裏付けるデータがこちら。造船では国内建造シェア 18% と国内最大の建造石数を誇り、船の部品を製造する白洋メーカーも市内に多く所在しています。海運では国内の外航船のおよそ 30% が今治の海運会社所有。その今治オーナーと呼ばれる外航船主は北欧、香港、ギリシャのピレウスに並んで世界四大船主の一つに数えられるほどです。新来島ドックにお邪魔しました。こちら進水式を間近に控えた新しい船、さすが大きいですよね。実はこの船のこの部分やあの部分に船舶の未来を見据えた技術が詰まっているんです。新来島ドックが目指す未来の船とはどういった船なんでしょう？今は地球環境ということについて、どういうふうにするかというのは新しい燃料とかやってますけども、まあ、究極的には僕は、人にも優しい、人に優しいということは地球にも優しい、人は優しくて力持ち、鉄腕アトムのような船を作れればいいなと思ってます。 CO2 削減が今もう叫ばれてますんで、まずは従来の燃料でも燃費がいいように CO2 を出さないように、船型の研究とかいろんな研究をしてます。だからプロペラの後ろにちっちゃいプロペラがついてるんですけど、それでこう回転するものをまっすぐにしようというものだとか、プロペラが回るところに水がうまく入るようにフィンをつけている。でフィンをつけることで周りの水がずっとプロペラの方向に来るわけです。効果的に少ない力でも推進力になるということですね。一方で新しい燃料 LNG 燃料の船も建造しています。自動車運搬船という新来島ドックが得意としている船型に LNG 燃料タンクを積んで、で LNG だけでアメリカと往復できるように設計して建造した船があります。最先端を走りながら現実的にできることをメーカーとしてやっていく、まあ、これはメーカーの使命だと思いますね、はい、そんな未来の船について考える海事産業の展示会バリシップが今月25日から27日、テクスポート今治をメイン会場に開催されます。いわゆる B2B っていうのが基本なんですね。まあビジネスですよね。でも B2C にも力を入れておりまして、なんと今回は海を走る遊園地、そんな船のご寄港もあるんですよ。子どもたちが海の恵みをしっかりと体感をしていただけるような企画もあるんです。今治が世界に誇れる海事都市であることをもっと知ってほしいですね。そうですね、皆さんにご参加いただきたいですね。それでは謎町、次回もお楽しみに。